予想震度0。9がだ、マグニチュード 4.6、最大震度3。第7号受信。信号、マグニチュード 4.5、最大震度4。マグニチュード 4.7、最大震度3。予想震度0。マグニチュード 4.5、最大震度4。マグニチュード 4.7、最大震度3。深さ20km。マグニチュード 5.6、最大震度4。マグニチュード 4.9。マグニチュード 4.7、最大震度3。マグニチュード 4.9、最大震度4。マグニチュード 5.6、マグニチュード 4.9、マグニチュード 5.6、マグニチュード 5.5、マグニチュード 5.6、震度0未満、佐賀、宮崎、マグニチュード 5.5、マグニチュード 5.6、マグニチュード 5.5、震度4、熊本、宮崎、鹿児島、マグニチュード 5.6、マグニチュード 5.4、マグニチュード 5.6、マグニチュード 5.4、マグニチュード 5.6、マグニチュード 5.4、マグニチュード 5.5、マグニチュード 5.4。S波到達まで50秒。先ほど3時06分頃で震度4の揺れを観測する、やや強い、地震がありました。震源地はで、震源の深さはおよそ、マグニチュードはマイナス1となっています。津波に関しては気象庁で調べています。震度4を観測したのは、宮崎県南部平野部。震度3を観測したのは、宮崎県北部平野部、宮崎県北部山沿い、宮崎県南部山沿い、熊本県天草、芦北、鹿児島県薩摩、鹿児島県大隅です。繰り返します。先ほど3時06分頃で震度4の揺れを観測する、やや強い、地震がありました。震源地はで、震源の深さはおよそ、マグニチュードはマイナス1となっています。津波に関しては気象庁で調べています。S波到達まで10秒。S波到達。現在地の推定震度0未満。10秒経過。先ほど3時06分頃で震度4の揺れを観測する、やや強い、地震がありました。震源地はで、震源の深さはおよそ、マグニチュードはマイナス1となっています。津波に関しては気象庁で調べています。震度4を観測したのは、宮崎県南部平野部。震度3を観測したのは、宮崎県北部平野部、宮崎県北部山沿い、宮崎県南部山沿い、熊本県阿蘇、熊本県熊本、熊本県天草、芦北、鹿児島県薩摩、鹿児島県大隅です。繰り返します。先ほど3時06分頃で震度4の揺れを観測する、やや強い、地震がありました。震源地はで、震源の深さはおよそ、マグニチュードはマイナス1となっています。津波に関しては気象庁で調べています。先ほど3時06分頃九州地方で震度4の揺れを観測する、やや強い、地震がありました。震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ 30km。マグニチュードは 5.4 となっています。この地震による津波の心配はありません。震度4を観測したのは、宮崎県南部平野部。震度3を観測したのは、熊本県熊本、熊本県阿蘇、熊本県天草、芦北、宮崎県南部山沿い、宮崎県北部平野部、宮崎県北部山沿い、鹿児島県大隅、鹿児島県薩摩。震度2を観測したのは、愛媛県南予、福岡県筑後、佐賀県南部、熊本県球磨、大分県中部、大分県南部、大分県西部、鹿児島県甑島。震度1を観測したのは、広島県南西部、山口県東部、高知県西部、福
岡県北九州、長崎県南西部、長崎県島原半島、大分県北部、鹿児島県種子島です。繰り返します。先ほど3時06分頃九州地方で震度4の揺れを観測する、やや強い、地震がありました。震源地は日向灘で、震源の深さはおよそ 30km。マグニチュードは 5.4 となっています。この地震による津波の心配はありません。